はい、どうもワイワイと申します。本日はもうこのゲームね、皆さんもご存知でしょうけれども、セキロというゲームをねプレイしたいと思います。セキロなのかセキローなのか、まあ漢字的にはセキローなのかななんて思ったりするんですが、まあ、このゲームはですね、もう皆様ご存知フロムソフトウェアさんというね、ゲーム会社さんはありますけれども、そちらからね出ました新作ということで、過去5作ほどですねフロムソフトウェア様ながらのダークソウルシリーズとか知ってますか、非常に難しいと言われるゲームをね、世に放ってきた、その会社がですね新しく出したセキロ、こちらも非常に鬼畜ゲームだと、非常に難しいゲームということですね、攻略がね。ただまあ私もダークソウル3とかね持ってやったことございますしですね、まあ実況にはしてませんけれどもね、なんかこうやりがいのあるというかな、ね、不可能ではないんですよ。そこら辺のところがうまいこと設計されてるなというようなゲームで、私まあ感心してたことあったんですが、まあ今回はこのセキロというゲームぜひね、一緒にやっていきたいなと、皆様と一緒にやっていきたいなと思ってます。ま、ムービーか。時は戦国末期、うん、うわこの声聞いたことある。日の本すべてを焼いた戦火は、うん、未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。めっちゃがしきれいな。うわうわうわ、そんなやり方で、ものすごい遠くから撃たれたやん。戦がうま終わるのか。あほんだ。おお怖いな。こっつもんね、お前テント入れへんないか。うわ、いった、足刺さった。うおうわなんやこいつ。敵将田村討ち取ったり。田村っていうの、剣聖芦名一心、芦名一心の決戦であった。ほう、勝ったんだ。何この子。うわ、いった。なんで作用すんの。野良犬が心すらなくしたか。何言ってんのお前、青か。ああ、持ってよ。共に来るか、飢えた狼よ。いった。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。はあ、忍びの掟は忘れまいな。うわ、めっちゃかっこええやん。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。ん？命を賭して守る。たとえ奪われるとも、必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。そういう任についたっていうこと？あ、こっからなんかな？じゃあ。じゃなくて？なんかすごい脇からガス出てるやつ映ってんねんけど。一心の国取りから24年。うん。芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。
何やその傘お前。ターゲットマークついてんぞ。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。なんて書いてた今の。ミニ四駆って書いてるように見えてんけど俺。ミニ四駆はないか。でもミニ四駆絶対ないな。あ、始まった。始まりました。なんか爆弾みたいな髪の毛してんねんね、これね。これ拾う？ミニ四駆じゃん、これ。これアイテムを拾う。はい。読めないですが、なんていうんだろう。なんとかのふみ。何者かによって井戸の底に投げられたふみであると、キューローデンのかな？狼殿へかな。貴殿の宿命、今は、月見草にあり。井戸底を脱し向かわれたし、歯がなくとも貴殿ならば忍び行けばたどり着けましょう。うん。あ、なるほどね。はい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 。じゃあここから多分チュートリアルが始まるっていう感じなのかな。これが主人公に当たるわけですね。ほう、今回キャラクリとかはないんですね。この感じなんですね。まあまあ私はね、ジャンプ。あ、ジャンプできるんだ。これダークソウル、ジャンプできなかったじゃないですか。ダークソウル3しか知らないですけど。壁蹴り。ジャンプ中に壁際で壁蹴り。こういうこと？おわ、すごいな。さすが忍びよな。これ上行くんか？うん。アシナ城、水手極林？おう。なんか、いろんなとこ行けそうやけどな。走るとかアイテム取るとか、そのあたりを多分教えてくれることになると思うんですけどね。ダークソウルシリーズでやっぱこうアイテムとかさ、調べるのがやっぱり私好きやったんですよ。まあこの赤狼に関してもね、やっぱそういうところをやっぱ見逃したくないなっていう、物語も大切でしょうし、やっぱりこう強い武器とかね、歩きもするので、うわ。すごいなぁ。ん？壁に張り付く。離れる。やって。あ、これがアシナ城な。今から俺アシナ城に忍び込むってことじゃ。こっちね。ここでこう、張り付く。はい。張り付き中にエルで張り付き移動ができますよ。はい。こういうのも使っていかなきゃ。これ左下のマークは何なんでしょうね。体力なんかな。張り付き中にエルで橋まで移動で望み込むことができる。こういうことだ。おう。うん。あ、なんかいるな、あこに。あ、あっちにもいるな。あっちにもあっちにも。3人ぐらいいるね。はいはい。離れてみましょうか、じゃあ。お、隠密。しゃがんで茂みに隠れたり、床下を移動すれば敵に見つからずに進むことができる。今は刀を持っていない。隠密で敵を避け、月見草を目指すといいだろう。敵に見つかりそうな時は、敵の頭上の警戒マーカーが表示されると。うん。井戸底におるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。あ、俺？大事ない。うん。気力すらない。奴はもう、ただのふぬけよ。ふん。笑わせるわ、お前。は？笑わせるわ！よし。笑わせるな！ほら、これでも見つかれん。しゃがんでいれば、床下のような狭い場所にも入り込めますよ。狭い場所に入り込める？どっか、ああ、ここか？ここのこと言ってる？これ。ここに入り込めばいいんかな、今。これ、チュートリアルの間はね、特に武器ないしな。武器があればね、おい、ガゼン倒していきたい派なん、倒していきたい派なんで、何もかも。盗み聞き。はい。月見やぐらが、あ、月見やぐら。月に照らされておる。うん。巫女様はまた、月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。月明かりか。まだほんの子供というに、囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も、何かお考えがあるのだろうが。おお、源一郎がなんか姫君を隔離してるというか捕まえてねえな。ほんで月明かりに照らされて本を読んでるってことは、どっかのベランダみたいなところにおるってことやろ。はいはい、わかりました。これちょっと待って、刀が欲しいんだけどな。ここは入らんでいいんだよな今な。じゃあな、
刀を多分取るまでがチュートリアル、そして戦うみたいなことがあると思うんですね。でまあこのゲームはもう本当に非常にこう鬼畜ゲームということだらしいので、そのあたり考えるとやっぱりね、どん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 戦っていきたいなと。もう今これ盗み聞いていいんかな。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。ここか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。壁の穴。ああ、そちらは心配いらぬだろう。はあ、穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。ここか。ほう、なるほどね。はい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 。いや、こっちに張り付いていけっていうこと言ってんな。わかりました。多分今はアイテムとかあんまなさそうやな。よし、じゃあここ行って、ぶら下がる。ぶら下がる。すげえな、こんなこともできんのか。だからあんま幅が狭いところはぶら下がって、張り付けるときは張り付いていこうってことね。よし、で、よし、登るやろ。うん、で、こっちか。ここ下にも行けんねんけどな。ここ下に、ちょ、一回下行ってみるか。これなんかあるか、ここ。ここなんもないか。あ、なんもないな。こういうルートがでもなんかあったりする可能性あるからな。細かく俺ちょっと見ていきたいタイプやねんけどね。で、こっち行って。ん？ジャンプぶら下がり。ジャンプでぶら下がることもできると。あ、ここか。こうか。あ、こうね。はい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 。わかりました、わかりました。基本操作は、あのね、今のところ全然ストレスなくいけるわ。ジャンプがやっぱ A ボタンにあるっていうのは落ち着くな。でや。まあ、こっち行くんやろな、多分な。はいはい。あ、ここか？ここら辺に穴あんのか？あ、あれか、穴って。あれっぽいな。こうか。はいはい。え？え？え、ほんとこっから、え？こっからっすか？今は刀を持っていない。隠密で、あ、はい。もうそこら辺は、はい、聞いたんですけど、ダッシュとかないんすかね。よし、こうやな。ここにぶら下がっとけばよかったんだ。あ、あいつか。あれ、俺あいつ知らんぞ。でもん、は、高橋由伸みたいな顔してるこいつ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。え、なに、え、久しいって何してんの俺。お迎えに参上いたしました、我が主。若っ主。うむ。表を上げよう。うわ、来た。くさび丸、そなたの刀だ。くさび丸。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。ギョイギョイ。かっこええな。はい、くさび丸ゲットいたしました。これが先ほどの男の子ですね、が九郎っていう名前なんかな。九郎か九郎かっていうのから授かった刀であってですね、このくさび丸という名前には願いが込められていると。忍びは人を殺すが定めなれど、一枠の慈悲だけは捨ててはならぬと。その願い、時に歯が組むこともあろうかというね、非常にこう古い感じのね、言い方なんですね、この文章がね。うん、でもうこれフレンドやろうけど、まあ、話しかけようか一回。うん、狼よ、傷を負っておるようだな。あ、そうなん。そうだ、うん、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。薬水の瓢箪、これで傷を癒してくれ。はい。あ、傷薬瓢箪、 HP を回復させる薬水の入った瓢箪だと。ああ、なるほどね。はい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 。だから、はいはいはい、わかりましたわかりました。で、回数制限があったりとかするわけだ。さて、うん、そなたの体、その後大事はないか。その後とは。うん、あの世のこと覚えておらぬのか。何あの世って。うん、いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。はあ、御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。ほう。見つけたらそうだな、
葦の羽笛で合図をくれるか。何やそれ。ほら昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りに、そなたの元へ行こう。おう、はい。アイテムの使用。アイテムには様々な種類があって状況に合わせて切り替えて使用できます。例えば、敵から攻撃を受けた時は瓢箪で HP 回復できますよ。で、アイテムを使用するのが上で、まあ左右で切り替えられますよと。はい。わかりました。今まあアイテムをとにかく手に入れたってことですよね。アイテム欄はでも今表示されてないですね。装備メニューを開く。はい。装備メニューでは装備の付け替え確認ができると。使用アイテムは5つのスロットに任意のアイテムを装備できて切り替えることができる。これアイテムもね、結構俺重要やと思うんですよね。やっぱりね、攻略に対しては。例えばこれにはこれが強いとか、そういう、なんかね、相性みたいなものもあるかと思いますし、まあ、これが装備で、こっちがアイテム欄な。よし、じゃあ、使用アイテムにこの瓢箪1個置いといて、うん、これ1分の1なんで多分今使用回数 1個しかないんですよね。OK、これで、アイテムが今、使える状態になったと。一回ちょっと使ってみましょうか。おお、あ、治るっていう字出てきたな。はい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 、わかりましたわかりました。で、もう君話しかけんでいいのこれ。ん？堀に沿って進んだ橋の下に、うん。城外への抜け穴がある。うん。このアシナの城を脱するため。うん、だよね。そなたと私の不調としよう。不調としようか。ほなな。よっしゃ。さあ、半袖か長袖かわからん服着といてな。おじさん行ってくるから、ほな。ここら辺は何もないねんな、これ。おーい。あ？これ何もないこれ、ほんまに。ここら辺にアイテムとか あって逃すとか一番俺まずいパターンやで。あ、こことかいけそう、いけそう。こ上とかなんかあるんちゃう？あ、何もないかな。あった、ほら、やっぱりな。岩薬、HP をゆっくりと回復させる岩薬であると。この地に古くより伝わる岩薬ですよ。はい。よし、じゃあ行ってみましょう。こっから。多分武器を使うことになると思うんだけどな。俺もできれば全員倒していきたいのに、忍ぶ必要なんて俺からしたらないから。体幹と忍殺。忍びの攻撃は体幹を削り取るためにある。攻撃を重ねるとやがて敵は体勢を崩し、体勢を崩せば忍殺で一撃必殺できますよと。はぁ、あ。体勢が崩れた時を狙えばいいっつうこと言ってんな。オッケー、任しとけ。崩したろ、お前。ターゲットを固定解除。ターゲットを固定解除。ん？どういうこと？あ、これか？これで、こうガード、あ、ガードできるわ、一応。ガードもできるし、これで切ることできるってこと。オッケー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 。はい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 、おいでよ。所詮やな。こんなとこで負ける。いや、違う違う。いや、違う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 。お前、そんな何回、何匹も来たの。はい。はい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 いちいちそんな人一生笑えへんわ、わいわいな。ここら辺にアイテムあったりすんねんって絶対。ほらほら、これ下降りれんちゃうんけ、これちゃうか。こういうの俺もわずもう1個も逃した時点でリセットしたらっていうぐらい俺の逃さない勢いでやっていくから、めちゃめちゃテンポ悪いぞ。悪いけど、ここあ、ここ来たとこな。よしで、今回復できないんで結構もう危うい状態なんですけど、強攻撃とかはないのな。とにかく切るっていうことしかない。あとガードとかどういうふうに来た。よし、弾き打ち込むばかりでは崩せない相手もいますよ。敵の攻撃を弾けばその勢いを利用して体幹を削ることができる。優れた忍びの防御は同時に攻撃を兼ね備えるのだ。攻撃に合わせて LB パリーな。よし、いきますよ。じゃあやってみましょう。ごめんなさいよくわからないゲージが下に出てきたんですけど、ちょっと待ってもうですか。すんません。ちゃうんすよ。ちょっと待ってや。ちょっと待って。俺、それ信じられへん。みんな見て、これ。ここのさ、この、左側のこの前のボタン見て、これ、LB 弾き流して、これ前やねん。前のくせにバックって書いてある。どう思う？ほんで、この、ほんじゃ、バックの後ろのやつなんなんて言ったら、これ LT らしいで。なんやねん、T って。ふざけんなよ。バック、ほんフロントにせえや。LF にせえや。これや。これ。これをじゃあタイミングよくやると弾けるってことらしい。はい。あ、来た。これや。はい、バリー。はい、バリーのレーション。はい、はい、はい、はい。よ、これが、忍びのやるよ。はい。いいわ。こうやってやってる時がいっちゃうじゃん、ターチーは。もう強いボスとかあんま倒したから、上がってこい、お前やろ。はい、レーション相手になるわ。はい、はい。弾き。はい、はい、はい、ドーン。あ、これは楽勝やわ。よっしゃ。まあ、大体これで、ん？ターゲットを固定して敵を正面に捉え続けることで攻撃や弾きなどアクションがしやすくなりますよってことね。
はい、わかりました。でも比較的パリみたいなしやすくなってるわね。わねって女か。じゃあっちあっち行くんかな。ちょっとアイテムの回収もしたい。まあまあいいや、ここいったら倒すか。まず一旦はい倒しましょう。はい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 よー。はい次こっち行こう、こっち行こう。こいつでごめん倒してしもたけど、こっちの方とかも見て回りたいから。こっちはあ、ここにもいはるわ。はい、もう自分から行きます。じゃあやばい、危な。これなんか向こうのさ、黄色いゲージこれ出てくるの。これが多分体感やと思うよな、これな。体感をあの黄色いのがゲージマックスになると多分それで崩されたってことになると思うんですよね。私もね、これだから私の致命も狙われやすいという。いや、ちょっと待って、お前危な。うお、かっこええ。なんか今のとかかっこいいな。こっちもやられたり、そして向こうもまたそれで弾かれたりみたいな。結構ガード率高いわ敵の。あ、ここ来たとこか。おっしゃ、先進んでいくか。ここね、先進んでいきましょう。 おった、やばい。はい、よし。はい、おいで。はい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 、どうもー。はい、どうもー。まだいる、はい、まだいる。はい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 、よいしょ、はい、よいしょ、はいはいよいしょ、はい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 。はははは、尋常じゃないくらい声出るわ、これやってたら。おーし、で、ここのやつは倒しましたと。悪魔が今から城に向かいますよということですか。これ多分な、もうそろそろボスいる。攻撃を弾きすかさず切り返しをする。そうすれば敵に休む間を与えずに体感ダメージを与えられますよ。まず弾くやろ、弾いて今度 RB を切り返す。はあ、わかりました。切り返すっていうかあれじゃないの、さっきやってたことじゃないのかな。まあ今一回やってみましょうか。何してんの。はい、こうやって、あーか、あー、よいしょ。おおおお、ちゃうな。バックスタブみたいなこと、これバックスタブみたいなことしろって言ってる、これ。だから一回こう火事行って、いや違うな、いや違う、全然違うって。慎重に行こう、慎重に行こう。あいつも崩れるから。おら来た、おれー、忍殺忍び今しめ。あーあかん、待って、一度の忍殺では死なぬ。はいはい、打ってくれよ。だから一度で死なぬならば幾度でも殺せばいいだろう。もういいわ、そんなのもういい、死んだやけ。なんで俺だけいい。もうええって。ほんでお前、なんで俺高橋由伸いつも見なあかんねん、これ。もうここら辺のやつ倒しても別にレベルとか上がらへんから、あんま変わらへん気もする。え、あ、バックスタブや。あ、バックスタブもできるんですね。よし、次はちょっと連続バックスタブっていうのを考えてみようね。山内に、いやいや山内早く来い。こういって、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 おお、ほら来た。あ、どうだ、いやーいやー、よーし。だから何回も何回もこう、こういって、一回こうやってやって攻撃してた時にもう一回パリして、こういって、こういって、おおし、分かってきたらおもろいな、これ。ああ、見たか山内、これ。おい、あ、 HP をゆっくりと、はいはい、なんで今さそんなできたんですか。ああ、僕ゲットしたんですか。はい、で、あ、アイテムあった、ゲットしよーっと。握り灰、灰を握り固めたもの、敵に投げつければ目くらましにはなる。目くらましにはってそんなもあまりにも使えへんものみたいな言い方せんといてよ。握り灰にかわいそうやん。ちょっとこれ向こう行くんやと思うねんけどな。ちょっとまあ、こっち行ってみますか。あの、あー間違えた、あの今行ったところ、あれこれ、え、もえ、さっき言ったところの続き、山内の続き、ちょっと俺一回見たいねん。ここ開けられるやろ山内の。あ、開かへんのか。山内逆から開けなあかんのか、これ。オッケーオッケーオッケー。山内は多分ね、あのチュートリアル的なものやと思いますから、こっからですよね、問題はね。よし、え、よし、こっからやな。下にも行けそうなんですけど、こっちはいけないのね、これ。あ、いけるわ。あー、ちょっとどうしようかな。あ、ここにいる。あれ、盗み行ける、あれ盗み行こうか。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。抜け穴、はい。そこも見張りせよとの仰せじゃと。ほう、なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。え、ちょっと待って、じゃあ俺行ったらあかんちゃん。ていうか、あこになんかあれいんねやけど、あれゴラムみたいなやついんねやけど、どうしたらいいの。あいつ倒していいの、あれ。倒すべきもんなん、こいつ、これ。おい、ん、敵これ。ふん、はぁ、トゥータ。お、あ、敵っぽい。ちょっとなんか
お危ない。おお待って、強い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 。おお、やるじゃないかお前。なかなか手応えがあったよキノコが。ああ見たか、こいつは何なんほんでこれ。うわすごい顔してる。うわ全然なんかおむすびマンか思てん俺最初。おむすびマンっぽくなかった。 こっちにもいけんねんけどな。いや別に全員倒せばいいんじゃないかっていう気はしてんねんけど。あこっちこっち行こうかな。こっちこっちがこっち側行けへんお前。えこっちちゃうやんちゃうやん、行けへんのかってこっち。あこっち側行けへんねんな。あオッケーオッケー、じゃあこっち側しか無理ないな。よしじゃあこっち行って、はい降りて、あアイテムや、よかったよかった。あ眼薬な。あんまりあの回復はちょっと今は使わずに行きましょうよね。せっかく使えるタイミングちょっとまだね来てないんで、うまいこと。あほんでこっち側、いや違うな、こっち側やな、こっち側に降りんのか。はい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 。でこう降りて、こう橋の下から行ってるけど、その穴っていうのはまだ見つけられてないのよな俺な。あっちの方に行けばいいのか。まあここ降りるか、とにかく一回降りて、こっちか。ちょ画面ねこれ酔う方もいらっしゃるかもしれないけどね、あっちの方向かえばいいんかな。まあいいか、向かうか。まだ体力回復せんでええやろこれ。回復しといた方がいいんかな。あ調べるって書いてる。はい、この先吹き抜けの穴のようだ。あー呼びますかやって。ちょっと待ってもうて。いやこれ軽はずみに俺これ呼びたくないね。やっぱアイテムとかあるんであればそれ回収してから。あれザリガニちゃん、ザリガニや、あれザリガニ倒す。どうせやったらザリガニ倒そうか。おっしゃザリガニおいで。おらいかぬならば、いやあ何にも悪いことしてへんの。それもまた忍びの定めよ。ああいいね、高倉健か思ったわ。おはい、ということで反対側も回ってきました。あっこが多分行くべきところで、こっち側のルートからも行けるという。で私は向こう側のルートから来ましたけれども、こっち側からも行けるってことが今分かったかなという状況でございますですね。はいよし、じゃあ早速あいつ呼び出してみましょうか。まだチュートリアルだと思いますんでね。はいじゃあお願いします。早っ。で裸足でワッパ。狼をよく見つけてくれた。うん、ええよ。さあ参ろう。御意。え、お前ついてくんの。血の定めから逃れることしかできぬとはな。え、なに？え、ついてくるんですか自分。この城を出て、うん、出雲へ参ろうか。え、なんすか。まずは芦名の国を離れるか、うん、あるいはどこかに身を隠すか。そう、蜘蛛野さんで気ぃつけや。そなたはどう思う。御意のままに。御意か、そなたは変わらぬな。は、いや、は懐かしいと思うてな。はさあ、参ろう。なんで御意が言うてて、そこだけものすごい歯向かうねんお前。これちょ、ほんま自分気ぃつけや、吉信。え、吉信これついてくんの。吉信ちょ、気ぃつけてマジ、言ってな。俺、吉信が死んでたって言うの無理やからマジで。これ絶対強いやつ出てくると思うの俺、そろそろ。違う？上から雲降ってきたりとかせえへんこれ。吉信気ぃつけろ。せえへんか。よし、待っとけ。お、俺がボディーガードやからな。お前絶対前、俺の前絶対行くのよ。いるんちゃうか。ま、いいひんわ。てかまず武器持てへんわ、ここ。なんや、知らんけど。あ、あの向こうになんかいる。なんかいるあれ。置物？うわぁ、ちょっと待ってよ。しでも絶対ボス戦や、これ。うわぁ！久しいな、巫女よ。ほら。叔父上の墓前以来か。かっこええ。源一郎殿。あ、源一郎や。吉信、格戻せですかお前。私は。ちょっと黙っとけ吉信、俺が相手するから。うわかっこええ。剣で語り合おうじゃないかっていう感じ。お任せを。うわかっこええ。
ちょっと今指の置き所迷ってたけど、よっしゃ、このお前プラスとマイナスのワイヤー右手に巻いてお前倒したな。邪魔立てするか、巫女の忍びを。おう、弓でかすぎなお前。来たな。まずボス戦やな。パリーできんのかこれ。はい、いや、ちょっと待って、パリーとかの騒ぎではないかも。やっぱ、ちょっと待ってよ、回復俺ないから。ガイアコ、いや、また、いや、またまた危ない、危ない出てきた。なんで危ない出てきた。うお、え、殴られた、まさか。え、まさか剣持ってて殴られるとは。こう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 、うわ、いやー、おお、やるぞおぬしも、やるよの。おう、え、負けたんじゃないですか。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。え、何、そういうイベントなん。あ、お前顔面だけ老化しすぎやろ。うわー、もうなおさら勝ちたかった、そんなイベントやんやったら。これ絶対2周目やったろ俺。俺これ2周目があるんだろ、セキロ。これ最終クリアまでしてガンズようになった時に俺あいつ倒すまでやったろかな。それ布団やったん。嫌がらせか思った。うわ、これはガラクタやん。目覚めたようじゃな。うわ、どうやらまだ死の定めではないと見える。はい、何この人、左足フェルトでできてんの。あ、左足フェルトや。え、人技種、物資から譲り受けた忍びの義手であると。人のそれを模した義骨を軸に、だから骨やな、からくりが施されている。からくり、この義手には何かを仕込むことができそうだ。大小の傷が刻まれて血や油がこびりついてはいるが、手入れは行き届いているんだと。へぇ、ありがとうおじいちゃん、義手作ってくれた。ちゃうのおじいちゃん。お前さん、ん、名は何という。あ、福山雅治です。その目てうせやん、さしずめな、任に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら。ああ、そう。お前さんはお前さんで好きにしな。自分のことを尋ねる。左腕について、左腕について聞いてみようか。この左腕、う、俺に何をした。何をしたって。こいつは忍び義手。忍び義手、敵腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて、うん、仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。あ、作ったんじゃないんや。神秘機種、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。ああ、任務だと。そうか、このからくり。察しがいいな。は、任務を持ってきたら忍び機種に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。
行きな。おー、かっこいいね。なるほどね。だからこれアイテムを持ってきて、おじいさん、まあ、この左腕強くしてくれるんだ。へえ、ありがたいな、このじいさん。自分のことも聞いてみよう、せっかくならね。俺はここにいる。ただ拾ったのよ。拾ったって。かどうかもわからぬものを。五円玉みたいに言うなよ。野良犬に食わせてやることもあるまい。主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。血を利用される。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。あ？お前さんを見ればその価値は十分にある。その血を利用される。すなわちこれ俺の子なんか。恩師の血について尋ねる。巫女様の血が利用されるとは。吉信やろ。どういうことだちゃん。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因そう呼ばれる特別な血があるという。ほう。主の主はそれを持っておる。ほう、ありがとうおじいちゃん。お前さんもそうやが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。おかしな客。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。右手の広場。はい。ようなことになっておる者同士、はい、気が合うかもしれんな。ああ、ありがとうじいさん、聞いてくるわ。ほな、てかじいさん、これさ、こう掘ってるやんか。これまあ掘ってるらしいね、ここで今仏で。こっち見てみんな、腐るほど仏掘ってんねなんでそんな仏掘りたいの。いらんやろもうこの作らんで。まあええか、こっち行くか。うわー、綺麗な、明る。やっぱり和っていいね。こんなんとかもうインスタ映えするんじゃない。すごい。広場を出て右って言ったけど、まあ街も行けるけど、この光金なんねんな、これまずな。なんだけ持ったん。鬼仏の前で、ん？これまずアイテム拾うやろ。あ、が眼薬な。もう眼薬、これちょっと置いといてもいいかもな、眼薬な、これな。え、で、こっちが1回しか回復できんけど、即回復できるやん。こっち、眼薬ちょっとずつ回復やから、こっち使った方がいいかもしんないって思ってんだけど、これが、退座する。鬼仏と退座する。あ、これ休憩ってこと？アシナの国に点在する鬼仏を解放し、退座することで各機能を利用できますと。休憩すると HP 全開。で、ひょうたんが回復するとか、ああいうことがありますということですね。了解了解。まあ、休憩しといて、よしよしよし。まあ、一応ね。で、これで戻って、ナイスナイスナイス。これ、かがり火みたいなもんやな、タクソで言うな。はい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 。いいですね。そういうシステムがまたこう、生かされてるのはな、なかなか面白いですけどね。で、このおじさんの裏手ちょっと回って、パーっと見といてやな。で、これ特に何もなければ、右手。広場から右手のところに、ほら、やっぱなんか入ってもらった。これなんや。軽い銭袋、少しばかりのお金入ってるんだと。はあ、そこそこ嬉しい重さ。これ、まあ、取っといてってことですね。で、さっきのね、鬼仏のところに行っちゃうと敵が回復しちゃうよっていうことも、まあ、一応ね、機能としてあるわけですから、まあ、そこもちょっと考えながらね、あ、ここはまだ休憩せえへん方がええかな、みたいなね、考えながら行くのも、まあ、楽しいですよ。あ、お前か。お前か。落ち武者みたいな、お前。なんやんのか、お前。あ、こいつやるやっちゃうわ。どうした？お前、顔えぐいな。ん？見ぬ顔だな。そこもと、名は。そこもとっていうのや、それ。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。は？何言うてんお前、急にちゃうやんけお前。仲間なんちゃうんかお前。おらい、よいよい、おい、邪魔、死にさらせこの野郎。おら、おい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 、ええ終わった。えやはり死なぬわな。え、どういうこと。ちょ、もうちょやめてよ。なん、なんでお前死なへんの。そこもとの立ち筋、見事なものであった。ありがとうございます。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。いや、意外でよかったっすよ。
あなた。なんだ。思ってるより。死なず。あるいは、虫付きと呼ぶ者もおるな。全然ちゃうやんけ。死ぬので、ただここにおるのだ。二パターンで全然ちゃう名前。このような荒れ寺で何よ。そこもとよ。それがしを使い、刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。あ、ほんま。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。すごいこと申してるな、お前。やっぱ、そうやって、めっちゃ、まあ、お前がいいって言うやったら、いいよ。よし。では、やろう。はいはいはい。刀を振らば、気も紛れるというもの。そうやな、ストレス回さんできるしな。修練っていうのはどういうこと？これ、なんか得られるのですか？攻撃、弾き回避。じゃあ、弾きにしようか。力ば参る。はい、参れ。ん？打ち込むばかりでは崩せない相手もいる。これ、弾きの先ほどのやつですよね、これね。あ、違う。敵の攻撃を弾いてくださいねけど、3回忍殺せよって書いてますね。はい、わかりました。なんか、ボーナスがもらえそうな気がします。じゃあこれで、はい、弾いて、はい、1回目。はい、はい、はい、やー、はい、はい、ちょ、お前さ、うん、さすがだな。お前それでいいの？お前の人生って。あ、特にでも何もなさそうやね。なんか全部やればいいとかそういうのはありそうな気するんで、ちょっとこれやっときます。はい、ありがとうございました。そこもととの修練だが、うん、そろそろより誠の戦いに即したものも試してはどうか。あれ、三つやったら何か変わりました。それがしも殺す気でかかろう、うん、あ、お前言っちゃうじゃない。お前、そこもとの修練としても、あ、その方が好ましかろう。え、何、手抜いてたみたいな言うのやめようよ。今さら大人でしょ。あなた、なぜそこまで。半分は退屈しのぎ、もう半分は、そうじゃな、そこもとの眉間のシワを取ってやりたいのよ。美容外科行くわ。さあ、良いからやるぞ。あ、上がってこいよお前。お、模擬戦が行えるようになってんて。いや、ちょ、模擬戦、ちょ、模擬戦、模擬戦もそうなるから、もう殺し合いじゃボケ。上がってこいよ。これでもさ、あの、体勢は崩してきやすくなってる気がするのよね。あと、スタミナが ないので、このゲームというか、スタミナの感じが、あ、危ない。ないじゃないですか。だから、そのあたり、すごいやりやすいなっていう、戦いやすいなっていう気が、私なんかはしてるんですけどね。もうちょっとで崩れて、これで終わりか。あ、これで終わりや。あ、まだ回復する。おー、回復するやん。え、一生回復するんですけど、何なんですか、あなた。あ、終わったんですか。おら、やー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 。おい、また来るかい。また来るわ、おいさん。そこもとの技の試し、うん、いくらでも受けようぞ。はい、ありがとう、おいさん、ほんと。もうすでにガードがブレイクしそうやけど。あ、賽銭箱調べるやって。調べるってどういうこと？時が経ち、行き場を失った品が流れ着く賽銭箱。箱が光っているときは何かアイテムが流れ着いていますよ。ほう、流れ着いたアイテムは今はないと。なんかだから多分あれなのかな、私がいろんなことを成し遂げた時にここ増えてんのか、それとも時間経過で丸薬とかね、ちょっと補助系のアイテム増えてるのかっていうとこなんかな。まあ全然進んでないですけど、こんな感じで私はね、進めていこうと思います。あんまり気張らずね、なんか攻略だけっつうんなら別に上手い人のやつ見ればいいから。人技種に仕込まれた、あ、縄で道なき道、常人には行けぬ場所へ移動できる。高所からの戦場を望めば動的に挑むか計画できるだろう。はあ、これですよね。これもまた新しい機能ですよね。これか？ LT で、なわ。おお、すげえな。これなんかピョンピョンってこう飛び回るみたいな。それがかっこいいよな。これもできる？これ、なんとか。あ、できひんのか、これは。これはまあじゃあ普通に壁蹴りでいけばいいな。はいはいはい。ん？あ、また行くんかな？あ、またあれ、同じ白よな。違うかな？と思うねんけどな。ほら、芦名城って書いてるもん。あこにまたあれある、鬼のやつあるね。じゃあ、あの鬼のところで休憩して今日終わりにしようか、パート1は。よし、いくよ。これ、おっしゃ、おら、オッケー、よーし、ここで終了ってことにしようかな。うん、いや、これどんどんやっちゃうな俺。
さあということで、今回はねもうほとんどがというかまだ終わってないのかもしれないチュートリアルの部分をお送りいたしましたけれども、まあ、これからどうなるかという、意外とねあの操作性は非常にやりやすいなという感触ですしですね、何よりストーリーがねあの小さい男の子を救うというのが多分本筋かと思いますから、あぜひ次回にねもう早くも男の子を救い出せればなというふうに思っております。と言いますことで本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回もご覧ください。それでは皆様本日も一日お疲れ様でした。